お腹の上よりも下が気になるよ。実は腹筋メニューが違うんです。動く腹筋苦手だよって方も足動かすだけなんでできると思います。背腹ぽっこり気になる人一緒にやっていきましょう。今日も一歩前進しましょう。ずっとスマートフォン見ながらできます。一番最後がとっておきのメニューです。頑張りましょう。まずは寝たままでつま先を少し開きます。そうすると股関節が開きますんで、うさぎ足の状態で膝を抱えて腰のストレッチです。こういう感じで腰を丸めていきましょう。足少し開いておきます。つま先はまっすぐよりも少し開いてください。リラックスして腰を丸めていきましょう。はい、 OK。今度は片足ずつ足を動かしていきましょう。これで下腹を使うことができてます。お腹をしっかり引っ込めたまま、腰に隙間ができないようにできれば足を動かします。つま先はずっと開いておきます。メニューのレベルが上がっていきます。OK。 今度は肘をついて体を起こしましょう。腰床につけた状態です。このまま足を起こします。その先は少し開いておきます。もしね、上向いておくとちょっと辛い人はね、たまに寝てもいいんです。頑張れる人はまた起きて、しっかり肘でね、床を押しながら体を起こしていいです。OK。 今度は今の状態で足を両足、足をね、大きく動かしましょう。足伸ばすときできるだけ吐いて、OK。今度はね、足を膝曲げたままで上体を起こして足バタバタしてみましょう。軽く足バタバタです。あー、効いてきた。これが結構ね、腹筋に効くんですよ。つま先少し開くとね、腰が床につけやすいと思います。こう先足でね、やっていきましょう。おお、効いてきた。そして今度はね、もう一回腰をね、抱えていきましょう。こうやって。途中でね、こういうインターバルメニューを入れることで、長い時間ね、腹筋を使うことができます。どんどん追い込むとね、どんどん辛くなるんでね、長続きできませんよね。ちょっとインターバルを取りましょう。OK。 今度はね、しっかり置きましょう。肘ついてスマホ見ながら、これで足を動かします。足がね、床につく位置で回してください。腰が浮いちゃう場合は肘も少し開いてください。つま先開いて、あー、きつい、効いてきた。とても効くですからね。スマホ見るの辛くなったら置いてもいいですよ。
OK。 今度は膝をねゆっくり抱えます。かかとで床をタッチしたら足入れ替える。ゆっくりかかとでゆっくり床タッチしたら足入れ替えて、つま先をね開いたまんま後ろからにつきやすいです。最後ね、この次で終わりです。ラストもう一回寝ましょう。つま先開いて足を大きく伸ばします。つま先開くことでね足の力が抜けますんで、足伸ばしたら腰がね浮かないようにつま先しっかり開いてください。持ち上げるときはあんまり足の力で、ね、上げないように、足を重く感じたらその分腹筋に効きます。 OK。 あー効いた。お疲れ様でした。少しつま先を開く、うさぎ足で腹筋を行うことで腰が床につけやすくてお腹にしっかり効きやすい。頑張って続けてください。やってみたよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。